どうも、おはようございます。そっか、塾の久保でございます。今、えっ、ー、と、5月12日、朝5時の冷やしを見ていただいてるんですけども、いや、どうもですね、えー、こういうふうになってきた流れが、やっぱりこう、止まってきましたね。冷やしでも、ちょっとこう、横ばいに入ったような感じです。横ばいにね。どうもギザギザして、上に行くのか、下に行くのか、方向性が定まらないような状態ですから、まあ、ここはね、しばらく横ばいになって、 で、まあ、上の方に行くのか下に行くのかっていう風な形になると思いますね一方的な上昇ってのはとりあえずなりをひめたってことになります、うん、だここと似たような状態に戻ったわけなんですよね、うん、まあ、そうなるかなという風な予兆がありましたよね最初のこの推進波が長くてちょっと短めになって急速に短くなってるところでだんだん気づけたんじゃないかなと思いますよね はい、じゃあちょっと4時間見てみましょう4時間はねもう完全に横なんですよね4時間はこの辺りから横ばいに入っちゃったなっていうところですね大きく見るとこういう風な横ばいでございますうーん、まあ、ちょっとエントリーにも向かないですよねいつものような下3桁の <laughs> エントリーポイントの明示には至りませんまあ今様子を見てるっていうところだと思いますけどもここは1時間ですが 一応設定したゾーンがね、こういう風にあった時に、ヘッドショルダーも警戒しながらね、見ていただいていたと思うんですけども、ヘッドショルダーにもなってないですね。えー、このまんま、なし崩し的にボラティリティを上下に振って横ばいに入るんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね、謎なのがこの大きな要線なんですよ。これはちょっと私分かりません。材料があったのかもしれませんよね。で、続いてすぐに。 陰線で同じような水準に引き戻されちゃってるってところですね。うん、あちょっと何とも言えないですね、うん、だから今もう全体的な相場感っていうのは右肩上がりなんですけどもエントリーしようとする一時間足がここまで乱れて全体的な横ばい要素を呈しているとこれ上に行く下に行くどちらも予兆がありませんので あの、様子を見るしかありません。うん、様子を見るしかないです。だからもう今週エントリーできないかもしれないですよ、これは。ここまで、わかんなくなっちゃうと。仮説を何本か立ててきましたけども、全てがね、崩れましたんで、私の守備するテクニカルでは判断できないということになります。だからこの上でね、さらにレベルの高いテクニカルを身につければ、今回の状況も解説できると思うんですよ。私はできませんし、そこまで、 しなくてもいいいと思いますね、うんまあ、たかだか生活費を稼ぐための FX ですから。いや、言ってみれば、たかだかですよ。たかだか生活費を稼ぐためのテクニカルには、これ以上の、まあ、何ですかね。まあ、勉強はいらないかなと。FX の理解はいらないかなってことですよ。今まで通りの、えー、テクニカルの基礎知識、4つのね、手法がありますよね。あれ、駆使しただけで、まあ、年間で1000万ぐらいはできますんでね。 1,000万じゃなくても500万でもすごいですよねもちろん資金量にもよりますけども資金量が10万20万じゃさすがに生活はできませんけどもね50万とか100万まあ100万ですね100万が積めるんだったらそれは年間で1,000万の利益を出すことは可能だということです要するに1,000%ってことになりますただすぐじゃないですよこれから始めようとしている方はまずは100万を200万とか300万にするところからだと思いますけどね はい、じゃあ今日はそんな感じで、えー、特に申し上げるこれだってものはありませんただこれだってものがないっていうふうに分かるだけでもこれは FX のテクニカル理論の帰結だというふうにね受け止めていただければと思います無理しないで今日明日見ていきましょうまだまだ勝負できる日は今月ありますよしっかりとね